大梅は島田市板地区の特産として知られ地区の集荷場には朝から数人の部会員が改良内田や島田八房などの大粒の梅の実を持ち込みます。 今年は3月に低温が続いたため、収穫量は去年よりやや少なめということですが、病害虫も多くなかったため、品質は良いとのことです。板の青梅は品質や鮮度の良さで人気も高く、全国の市場でも引きが強いということです。